任務に復帰せっ。えか、避けて。よくできました。今のうちに反撃しましょう。一体なんなん、魔剣神器のラスボスもそこまで反則とちゃうで。信じられない体積。さっきの階段は腕だった。あのさ、今逃げても間に合うのかな。何を言ってるんですか、ライルさん。それに逃げる場所なんてないですよ。ダーの叫び声です。あの巨大な体から出てるみたいです。まさかこれがルケン。あんなデカブツとどうやって戦うんだ。ケロル、何か考える。うち？こういう時は隊長がうちに指示を出すんとちゃうの？緊急事態だからこそみんなの考えを聞きたいの。そうやな、ルケニの周りにある台を使って移動して。やっとご尊顔を拝めるんだな。タイミングを伺って攻撃するんや。今や。いいアイデアです。やるで。なんで？どうや隊長まで。全然違う。弱点なのかもしれない。やってみる価値がありそうやな。